ちょっとどきなさい。何事ですか。次の新幹線に乗せてちょうだい。切符はお持ちですか。持ってないわ。でもあれに乗らないと親戚の結婚式に間に合わないわ。では必ず車内で現金で精算してくださいよ。今日クレカしか持ってないのよ。じゃあ着いてから必ず駅で精算してくださいね。わかったわよ。あとグリーン席で行かせてちょうだいね。空いてたら構いませんが、着いた際に新大阪から東京のグリーン席料金での精算になりますのでお願いしますね。細かいわね。早くしなさい。お気をつけて。東京駅たくあん社員取れますか。こちら東京駅たくあんです。彼の名はたくあん駅員。出勤するたびにいろんな事件に巻き込まれるのだ。今日も何か事件の予感が。これから発車するのぞみ号でグリーン席利用のお客様がクレカしか持ってないみたいなので、到着後窓口での精算をお願いします。了解しました。お客様の特徴はありますか。50代ぐらいの女性のお客様で、メガネに緑のエプロンをしています。かしこまりました。連携ありがとうございます。お願いします。駅員の間では鉄電と呼ばれている鉄道電話で全国の駅に連携を取ることができるため、怪しい人間の情報はすぐに知れ渡るのだ。グリーン席は快適ね。彼女の名は橋爪。彼女は事件を起こす天才なのだ。今日も何か悪いことを企んでいるのかも。前失礼します。何するのよ。すみません。まったく、これがコーヒーとか色のつくものだったら勉強させてたわよ。すいませんでした。ちょっと。はい。精算してちょうだい。新大阪からお越しのお客様ですか。そう言う。では19,590円です。え、なんでそんな高いのよ。お客様グリーン席でお越しですよね。え、違うんですか。私は自由席で来たわよ。いやでも新大阪の駅員からはグリーン席のご利用と連絡があったんですが。また関西人はふざけてるのよ。ボケでグリーン席って言ったのよ。え、ほら早く自由席の料金で精算しなさいよ。一度確認しますので少々お待ちください。めんどくさい駅員ね。榊原助役。どうした。今新大阪から来たお客様なんですけど、見覚えありますか。ん、あいつは不正乗車の常習犯、橋爪だ。え、あいつの言うことは真に受けちゃいかんぞ。危うく騙されるとこでしたよ。一人で追い詰めてみろ。行ってきます。何をダラダラ話してたのか知らないけど、自由席で来たのは確かよ。早く清算してちょうだい。何を聞いたらいいんだ。早くしなさい。やばい、相手のペースに持っていかれる。すいません。はい、切符持ち帰りたいんですけど。かしこまりました。反抗しときますね。あれ、おばさん。え、さっき車内でお茶こぼしちゃってすいませんでした。お茶、隣の席だったものです。ん、ああ次から気をつけなさいよ。はい、ちょっといいですか。はい。このおばさんはお兄さんの隣の席に座ってたんですか。そうですよ。ってことは橋爪さん、どういうことですか。チューン。自由席と嘘をつき金額を騙そうとしたんですね。ちゃんと払うから許しておくれ。今月は電気代が高くて金欠なのよ。これは悪質な不正乗車です。新大阪から東京のグリーン席料金19,590円の3倍運賃58,770円いただきますね。チューン。そんな人格むちゃくちゃよ。年寄りをいじめて楽しいか。意地でも払わないわ。それでも払わないというなら、おばさん、ふかふかのグリーン席で快適に過ごしてたじゃないですか。だったらそれに見合ったお金を払うべきですよ。わかったわよ。払えばいいんでしょ。払えば。二度と不正乗車はしないでください。いくら巧妙な嘘をつこうが、嘘なんてもんは脆い。必ずバレることになります。チュンチュン。お兄ちゃん助かりましたよ。ありがとう。いえいえ、僕は何も。こちら切符です。いってらっしゃいませ。行ってきます。このようにはびこる不正乗車はこの私が許さない。鉄道を利用する全ての人が気持ちよく快適に旅ができるよう全力を尽くすまでだ。明日は平和に仕事が終われるといいな。今夜は焼き酒よ。